皆さんこんにちは。こんにちは。いよいよ今週末関東遠征でございます。はい、はい、そこでですね、ちょっと大事なお知らせが、そうですね、ちょっと研究のお知らせ、はい、ございます。はい、当初ですね、出発、まあ、メンバー行く予定として私とあと代表の松尾ですね、はい、一緒に行く予定だったんですけれども、松尾の方がちょっと昨日、まあ、今日今火曜日ですので月曜日ですね、はい、昨日ちょっと緊急入院、緊急入院という、はいはい、形になってしまいました。はい、でまずちょっとあの視聴者の皆様あるいはイベントに参加される皆様にご不安をお与えしないようにですね、あの松尾の方はあの戻ってこれる病に、ね、と言っていいのかどういう言い方が難しいですけれども、はい、あのまだですね、しっかりあの医療の手によって、はい、しっかり復活できるようなあの状況には今なっておりますので、そこはご安心いただきたいと思うんですけれども、ただ、今週末ということでも時間もない中でですね、イベントへの参加がちょっと難しいということになってしまいまして、はい、急遽、川野くんの方に、はいはい、一緒に同行していただいて我々2人でですね、はい、関東遠征を実施いたします。よろしくお願いします。お願いします。でまあ、コンピューターの書き換えとか、通常の作業のご予約とかですね、まあ、予定通り実施をさせていただくんですけれども、まあ、まずはですねコンピューターに関してが、はい、まあ、通常ですねあの松尾の方で、ほとんど今まで書き換えをやってきておりましたけれども、まあ、私たちの方でも書き換えはできますので、はい、通常通り対応させていただきますけれども、はい、ただ一つだけですね、アルトワークスに関してが、はい、非常にあのちょっとマップの構成であったりとか、そのチューニングっていうのは少し複雑で時間がかかる作業にもなりますので、もともとちょっとあの 33S のお客様、ワークスのお客様、たくさんコンピューターのご予約いただいてるんですけれども、今回はですね ZC33S の、Swift Sports の書き換えのみのご対応ですね、はい、かつもうすでにご予約をいただいている車両での、はい、書き換えのみの対応という形で、イベントを進行させていただきます。はい、ですから、まあ、あの例えば体感市場とか、そういうところはですね、埼玉中央様のデモカーの方で乗っていただけますので、それはあの体感しに来ていただくのは十分あの問題ないんですけれども、はい、書き換えだけはですねちょっと後日、まあ、ネットショップであったりとか、また次回、関東方面でイベントをやる機会にですね、お願いをしたいなということで、まあ、ちょっともともとスケジュールもかなりそうですね、はい、タイトなスケジュールになってましたので、はい、今の現状からいけますとちょっと追加は難しいというところで判断をさせていただいておりますので、はい、まずは今回のこの関東遠征はですね作業、コンピューターの書き換えに関してはもうご予約をいただいているお客様のみで、はい、実施を行っていきます。ただちょっとこうデモカー見たいなとか、そうですね、ちょっと話聞きたいなとか、はい、まあ、遊びに来ていただくのも本当ウェルカムで、はい、どんどん、お越しいただければと思ってますので、まあ、ちょっとまずご不安をお与えしないようにですね、そうですね、こういった動画をちょっと急ぎで、はい、出させていただいておりますので、まあ、とあのご不安を与える部分若干あるかと思いますけれども、ぜひ、楽しみにですね、我々もあの現地で楽しみにお待ちしておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、で早速ですがこちらです。はい、関東遠征のステッカーが、はい、出来上がっておりました。ました、はい、結構前から出来上がりました、ね、こちらと、はい、2パターンですね。こちらですね、はい、出来上がっております。はい、こちらはですねご予約いただいたお客様に、当日現地でお渡しをする予定としておりますので、はい、またちょっと詳細はその時にお話しますが、はい、これもですね結構あのいいシートを使って、そうですね、はい、前回のイベントからそうですね、はい、作っておりますので、ステッカーを、はいはい、作成させていただいております。はい、ちゃんとあの2021で鈴木アリーナ埼玉中央様の名前がここに入ってますので、はい、しっかり横ですね、はい、そうですね、これあの現地に来ていただいた、このイベントに来ていただいたっていうその証にもなりますから、はい、まあ、ちょっと来年以降がですねイベントどうするかちょっとまだ決まってませんけど、まあ、こういうステッカー関係も、はい、まあ、ちょっとこうスタンプラリー的な感じで全部集めるそうですね、いろんな地方でのイベントにこういうのをちょっと作っていきたいなと考えておりますので、はい、まあ、ぜひこういったのも一つイベントの楽しみにですね、していただければと思ってますのでよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ということでですね、引き続きまだ、関東遠征あと残り数日、我々も今準備中でございますの で、ね、はい、しっかりあのご予約いただいているお客様とお会いしてですね、いろんなお話や、まあ、しっかり ご依頼をいただいている内容の作業に取り掛かれるように準備を引き続き進めてまいりますので、はい、今日から新しいジャンパーになりましたけど、そうですね、あのこうハイブリッド、はい、あるとハイブリッド、あ、そうですね、これ書いてます、はい、新しいジャンパーになってますので、はい、まあ、目立ちやすいかと思いますけど、おそらく埼玉中央のスタッフさんもこれ着てると思いますので、はい、誰が誰かわからないかもしれませんけど、ね、はい、たくさんのお客様のご来場を引き続きお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで、本題でお別れです。さよなら。